えー、以前、資格、試験の勉強を続ける方法をごいただいたのです。呂木さんがおっしゃられたように、職場の人に簿記に受けますと宣伝したところ、受けるなら受かれよと言われプレッシャーを感じ、宣言して1週間、今のところ1日数時間継続して勉強できます。ありがとうございます。気が早すぎますが、これで合格できたら簿記以外の資格も取るかと思うんですが、他に何かおすすめの資格ありますか仕事は禁止系です。よろしくお願いします。えっと、簿記1級取ってください。<laughs> あせっかく簿記2級を受けるための,あの勉強もすると大体1級で必要な知識もある程度抑えてるので,で時間が経てばたつを忘れちゃうので早めに1級受けた方がいいですよ。はい